こんにちは、課長です。本日はですね、アスナ使っていきます。キリアスシノンですね。週末土日で全捨てなんで、まあ、どのステージにも対応しやすく、まあ、機動力もあって火力も高いというね、まあ、編成でキリアスシノン使っております。で、まあ、何よりね、まあ、最近熱い編成でもあるし、まあ、シノンが、まあ、多分もう一段階火砲もらうかなっていうことで、まあ、割と今しかできない編成なのかなって思ったりもしてるんで、たくさん使っているんですけど、まあ、ライステは、まあ、特にね、キリアス、まあ、強いステージかなって思います。大会シーンでも、まあ、結構リベレル探偵者集家のキルトとかね、出てくるしね。うん。まあ、だから、まあ、それに、習って、まあ、初手からね、ガンガン詰めていくっていう立ち回りが、まあ、強いかな。うん。で、デッキが、マキマ、タビジ、白虎4かっていうデッキをしてるんですけど、まあ、マジスクは一旦抜いてます。まあ、抜かなくてもいいんだけど、まあ、なんか、継戦能力欲しいなっていうのと、シンプルに4個が強すぎるんで、うん。まあ、あと、マキマが、まあ、結構火力高い上に範囲も広くて、で、サイレントが相手に入るんで、まあ、それ起点で、まあ、そこからゴール入れたりとか、まあ、できるし、キルトのね。うん。っていう面でも、なんか割とマジ少なくても、なんとかなったりするね。うん。する。まあ、どうにもならない相手はいるけど、相手が加速2枚だった時とか、うん、いやダメージ与えらんないなーっていう、カード当たんないなーっていう、まあ、展開になったら、まあ、ちょっと厳しいんですけどね。うん。はい。で、2戦目は立体交差ですね。立体交差は、まあ、初手から詰めても、二陣まで行くの遠いので、っていうのもあるし、まあ、相手がね、アリスがいたので、まずはね、手前から、倒していきますかと。はい。ヒーロースキルが全員強いんで、溜めても強いですよね。で、結構カードパワーあるし、アビリティで火力も高いんで、初手から詰めても全然問題ないっていう。っていうのがあるから、やっぱ前世でも、キリアスは強いのかなっていう感じはします。で、マキマ入れて、カード吐かせられないようにして、まあ、そこからね、号令、旅路、通常で、うん、倒していくと、いいですね。まあ、全員ね、強いからね。まあ、起点となる HS はね、まあ、シノンぐらいかな。相手のカードに合わせて1枚抜いてってとか、その相手の強化系ヒーロースキルとか、まあ、普通にヒーロースキル明けは、まあ、キルトでも、アスナでも、どっちでも抜けるんで、割と HS みんな強いっていう。いいよね。うん。で、アバカンは、ハゲじゃなかったんで、一旦引いて、共演吐いて、ダメカも貼ったんで、引こうかなと思ったら、まさかの、サンテレパス、クロコが飛んできました。で、まずは4か切って、まあ、カードがないんで、ちょクールが重いのがね、ちょっとネックなんだよね、このデッキ。まあキラスってそんなもんだけど、普通に理想デッキ組んでもマジスク、タビジ、ヤイバで、ヤイバのクールはかなり軽いんですけど、タビジはまあ普通に重いんで、でプラスね、今回マキマなんで、だいぶちょっとしんどいところはある。で、号令集荷の両方重いんで、この一枚一枚のカードを丁寧に振らないといけないっていうところから、まあ、かなりね、なんか練習になるね。練習になる。いろいろ、立ち位置とか、まあ、攻めるタイミングとか、まあ、カードの切り方とか、結構工夫しないといけないんで、まあ、いい練習になりますよと。だからの体力が高い。で、ムアバがあるのは分かってるんで、これガン引きします。で、キルトにムアバ入ったの分かったんで、戻ってきますよと。はい。まあ、もっと一応100個上がってるんで、これが強いですね。うん。で、前転まで連切りしちゃったんで、これは救えませんでした。ナイス。いや、通常がマジで強いよね。2000ちょっととか。まあ、2500ぐらい。出んのかな、レベル9になってくると。うん。で、耐久編成も、割と綺麗にカードを当てれば、まあ、まくれる。まあ、今シーズン本当に耐久多いんで。っていうのもあるし、あと、毒穴テスラとか、またアングリフ、あと、なんだな。あれ。アングリフのキャラがね、いっぱい
いっぱいいる。まあ、アルもそうだし、アミスターもそうだし、マークアタクもそうだし、本当に最近多いんで、回復ないとだいぶきついっすよね。うん。まあ、ガンナーにスケーション積んだとしても、ちょっと回転率が足らないなって思うので、回復を積んでおります。まあ、刃あったら、また話は変わるんだけど、うん。ね。はい。3戦目はまた、ライスですね。まあ、さっきは、まあ、手前処理してからっていう、まあ、展開だったんですけど、まあ、ライス手は、まあ、自陣固めるもしくは敵をしばいていくっていう、まあ、感じで、まあ、敵をしばいていきます。で、空かけで突っ込んだら大体マジスクケアで相手にダメかわすんで、まあ、マジスク持ってないんですけど、で通りかかった相手にカビジ入れて、なんか歩いてたらゴーレで吹っ飛んできたんで、マキマ入れて、で、二陣触って4点取って、キルトが HA3 段で上に飛べるんで、まあ、ゴーゼルムーブですね。うん。これがね、マジで強い。キリアスの、ライステはガチで楽しいですね。ライステと、まあ、あとタカさんとか、空かけキリアスとかやると、めっちゃ楽しい。うん。まあでもカードが、さっきも言った通り重いんで、その、相手がすぐ復帰してきてすぐ攻められるとカードがない状態で戦わないといけないから、まあ負けるね。大体負ける。なんか大会シーンでもリベルル探偵者とかうまく決まって、まあ3点取ったりしてるんだけど、その後に普通にやられちゃうみたいな、まあ展開よく見てるんで、そこをねどう立ち回りでいなすかだよね。まあちょっとずつ引いて時間稼いでクール上がるの待つのもいいし、もう完全に引いちゃって体勢立て直してみたいな感じでもいいし、うん、難しくはある。で、それかけをもらったんでポータル触った相手を倒しに行くと。はい。で、ちょっとこれ足早すぎてもう交通事故来てます。うん。で、猫宮がマジで痛いんし、まあ、カード全部入っちゃったんで、いや、まあ、これがちょっとねしんどいところですよね。うん。カード入ったら何もできない。まあ、DA もあるんですけど、まあ、最近みんなね、攻撃カードたくさん入ってるんで、うかつに DA すると、普通に返る位置にアウト。マジで強い。みんな強い。で、まあ無理そうなんで、貯めようかなって思ってます。カードもね、まあ、そろそろ、まあ、上がるんですけど、もうここで4か切らないといけないんで、4か切って、まあ、空かけあったら前行こうかなっていう感じですね。うん。まあ、シノンもね、足速いから、かまられにくいっていう点でも、切りやすで動きやすい理由でもあるかなって思います。で、後ろにいても HA だったり、まあ、ヒーロースキルでね、カバーしやすいっていうのも結構いいですし。まあ、だから前に切りやすがどんどん詰めちゃっても、シノンはね、そういう立ち回りできるし、まあ、3人で戦っても全然ね、あのガンナーの通常起点っていうのが一番美しい立ち回りだと思うので、コンパスの。まあ、そういう戦い方でもいいし、ね。うん。桃なめで頑張って避けてますけど、めちゃめちゃ足が速い。いや、どうなんだろうな、どう加工されるのかちょっと楽しみなんだけど、いや、まさかないなんてことはないと思うんですけど、ね。うん。まあ、足の加工なのか、ヒーロースキルがもうちょっと重くなるのか。今でも、2回溜まるっぽいですね。僕、あれなんですよ。加法もらってから全然触ってないんですけど。強すぎる。やばすぎる。投薬がね、ガチで強い。旅路全然当ててんのに、生きてるっていうね。はい。で、中華のもらっちゃったんで、いや、これ死ぬか、まあ、待つか、迷うんですけど、10秒だったんで、まあ、4か上がるの待ってます。まあ、死んだら10秒以上経っちゃうんで、まあ、ここはね、時間的にも、まあ、生き残る選択で。で、それをかけて突っ込んで、はい、マキマ。マキマがね、もう先端でも当たっちゃうと、HS 開けないんで、これ抱え落ちさせやすいんですよね。で、これがマジで強い。うん。って感じでね、切りやすでした。まあ、どんなステージでも臨機応変に
対応できるし、まあ、結構ね、考える練習にもなるんで、まあ、上手くなりたいよっていう方にも結構おすすめかな。勝ちたいっていう人にも、まあ、だいぶ強いんでおすすめかなって思いました。ありがとうございました。